中村聖子、中村聖子、中村聖子、1884年、明治17年10月14日から1974年、昭和49年4月13日は、日本の文学者。星子は、筆名で、本名は、正さため。山梨県南鶴郡川口村、旧道郡川口小町、玄富士川口湖町に生まれる。8人兄弟の長男。 川口村は川口湖に面し、江戸時代から富士三景社への宿坊を提供する御市の町で中村家も御市業を営みつつ農業や養蚕を行っていた。1890年、明治23年に孫立川口小学校へ入学する。両親の影響で幼少時から文学に親しみ、回覧雑誌などを制作している。1897年、 明治30年中学進学のため一時上京するが、翌年に甲府の山梨県立尋常中学、現校府一校に入学。この頃から校友会雑誌、中学世界など地元の文芸雑誌へ文章や監視を投稿する。1903年、明治36年に上京し、早稲田高等余科に入学。翌年には早稲田大学英文科に進学。後に、 東洋経済新報社のジャーナリストで戦後には政治家、首相となる石橋丹山は、同郷で、高府中学校時代からの動機。星子は、新小説や、万長方絵師を投稿する。1904年、明治37年には、万長方の検証小説に、短編、死人かバカか」を発表する。死人かバカかは、浄土新州本願寺派の僧である。 大田革命、1866年から1944年を主人公とした小説。大田は1903年、明治36年に、浦宇治を本願寺の布教監督として、ロシアウラジオストクに滞在しいたが、1904年、明治37年に、日露戦争が勃発すると、極東の日本人居留民には、引き上げ命令が下り、大田は、同年2月13日に、 シベリア奥地へ踏み込み、同年12月6日には取り残された日本人居留民800名を日本へ連れ戻した。大田の行動は東京日日新聞、万長報などで報じられており、中村は同年3月23日の時点で、すでに小説を発表している。大田は日本へ帰国すると、中村の小説の存在を知り、以後両者の交流が始まる。大田は一九1年、 明治43年8月に、ニコライ・マトベエフ、アムールスキー州を翻訳した際に、中村の協力を得おり、1925年、大正14年12月に、ロシア物語を発表した際にも、中村の助言を得ている。一方で、中村も1910年4月に、大田をモデルとした、天変、数儀塗装と、を発表している。 早稲田大学在学中の1906年、明治39年には、も巡淳が、新小説の検証一等、泉教化選する。翌年には、少年業が、早稲田文学の検証長編小説に当選、二場亭指名選して刊行され、自然主義作家として、名を馳せる。少年業は、故郷の川口村を舞台に、地元の少年と、 都会から来訪した少年との友情と成長。別れの物語で、富士北緑の自然環境や生活環境が描かれている。早稲田大学では、坪内逍遥や島村宝月らの影響を受ける。国木田独宝を敬愛し、島崎藤村とも交流している。卒業後は、星子や銀冠氏の筆名で、小説執筆も続けるが、島村宝月の推薦で、 早稲田文学記者を務め、田山加太の作品の合表にも参加する。相馬漁風は、同じ早稲田文学記者で、修正の交友があった。フローベールの、ボバリーュニやモーパスさんなどの翻訳業も行い、フランス文学の紹介者となる。1919年、大正8年に記者を辞す。鈴木美恵吉、赤い鳥に、童話も発表し、児童文学や農民文学へも、 関心を示した。1926年、大正15年には、前田明と共に、山梨日日新聞の文芸欄小説の選者となり、山梨県文化人の懇談会、三人会を発足する。同年には、農民文芸会の結成に参加する。1928年、昭和3年、新庁舎世界文学全集、ボバリー夫人の印税資産で、 フランスへ留学する。プラハでは国際民族芸術会議に出席し、フランスではフローベルの名を、スイスではロマンドランを訪ねる。一方で、郷土文化への関心も強く、民族学者の柳田国夫とも交流している。1940年、昭和15年には、郷土文化振興のための富士五湖地方文化協会を結成し、 機関史、五個文化を編集する。県内名所の選定や文化財や民芸の調査も行う。戦時中の1945年、昭和20年には、川口古村に疎開する。戦後は、村の教育委員会を務める。1950年、山梨学院短期大学教授となる。1956年、昭和31年11月。 文化功労者として表彰される。1974年、新近拘束のため、東京都杉並区西尾木北の長南宅で死去90歳。三人会は、その後、1964年、昭和39年に財団法人となり、1987年、昭和62年には中村聖子文学賞が制定される。著作に文化は、 京都よりなど、スクラップブックなど、関係資料は、山梨県立文学館に所蔵され、常設展示もされている。星子は、民族学者の柳田国を、1875年から1962年、とも交流している。柳田は、江戸後期の開国総合知事、海の国史、柳田急蔵本は、柳田文庫所蔵を読み込むなど、山梨県の民族事例にも、 関心を示せており、聖子以外の山梨県の郷土史や民族学者では、土橋里目や大森義則と交流がある。柳田は1947年、昭和22年の嫁盗み、後に、婚姻の話に、収録においた星子の略奪について言及し、略奪に、山梨県における嫁盗みの事例が描かれていると知りつつも、その時点で未読であると記している。 このことから戦後には、両者の関係が生まれていたことが確認されるが、略奪は1914年、大正三年に発表されており、明治末年から大正初年の両者の関係は不明であるものの、柳田は一時期に自然主義文学に傾倒していたため、文学を通じて交流が生まれたとも考えられている。星子は柳田を先生と呼び支縮し、1943年、 昭和18年の文化は、郷土よりでは柳田に対する献字を記している。柳田の成功宛書館は、2007年時点で3通が確認されている。3通とも、山梨県立文学館帰宅。2点はハガキ、1点は書館。ハガキは、昭和18年2月7日付、同年4月八日付で、共に文化は、郷土よりの、の献字、献本に関するもの。 前者はあらかじめ拳字を添えることを伝えたことに対する返礼で、後者は同年4月5日に刊行された文化は郷土より、が柳田に献本され、柳田文庫所蔵、それに対する礼状であると考えられている。所簡は昭和18年8月30日付で同年4月に出征して戦死した、星子の次男、文彦に関する見舞いに関する内容。 聖子次男の選手から時間が経っての所管であることから、両者の距離を示してる。ともされが、海軍省から正式な発表があったのは、同年8月下旬であるため、星子から直接知らされた可能性も指摘されている。その後、聖子は拠点を東京に移したが、星子が農民文学、農村文化運動に関心を強めていくのに対し、柳田は文学から離れ両人は、 方向性をことにしたため、交流は、疎遠になったと考えられている。一方で柳田と星子には、田山片井や島崎東村など、共通の知人がおり、1930年の田山、片井の葬儀では、柳田と星子が共に写された写真が残されている。また、1934年、昭和8年3月には、中西古道により、日本野鳥の会が設立される。 柳田、聖子は共に中西と交流があり、同年6月に静岡県のばしりで単調会が開催さると柳田、聖子ともに参加して顔を合わせている。星子は昭和9年6月の週刊朝日25巻29号で竹六本無創業を発表し、同会の様子、柳田と交わした会話についても記している。戦後には1949年、 昭和24年4月に、柳田が川口湖を訪問している。山梨日日新聞同年4月27日の記事によれば、柳田は4月25日に、加工浅間神社で三宮と、孫未祭を見物し、夜は川口湖畔の竜宮ホテルに宿泊し、山梨郷土研究会会員と座談会を開いたという。渋沢慶三や尾藤時彦。 千葉徳南寺らも同行している。星子は柳田を案内したとされるが、詳しい事情は不明。山梨日日新聞の記事には柳田が写った集合写真が掲載されており、千葉徳寺や鳥類研究家の中村幸男が共に写っている。星子の姿は見られないが、猿田彦の面を被った人物が写っており、これが星子であるとも考えられている。 柳田はこの頃、三宮、里宮の関係について研究しており、河口浅間神社においても、三宮を訪れ、翌日には、一宮浅間神社を訪問している。大森吉則宛所管の内容からも、柳田の川口湖訪問は、星子を訪ねた観光ではなく、学術的視察であったと考えられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。